構前よりずいぶん楽になってませんか。はい、うん、ほっと柔らかくなって、うん、前はね、この頃やったらもう絶対動かなかった。全然わかるな。うん、ずいぶんね、あとね、体柔らかくなって、前はガチガチ。顔こっち向けてくれない、顔おでこそんなに持ち上げ、肩持ち上げ、できるだけ、はい、うん、先を立てて、つま先で、それを押してみる。そうです、そうです。いや、進行しつらいから、好きなのか。あ、つぶつぶだ。じゃあ今度ね、もっと足の方に降りて、あと20センチ、あと10センチ、はい、その、で、私を手を、その力で、そう、背骨を使わないと、そうです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 、いいですね。背骨が横に曲がってるんで分かります、少し回転、骨盤が左右、上下、やめて、全然左右、分かります、柔らかい、柔らかい、違う、分かります、そう、顔を逆に、そう、顔を逆に、おでこをつけて、そう、膝が内側に、これで入る、好きな方に、だんだん首の向けたい方向が分かんなくなって、多分それは平均化してきた、今度は両方一緒に私の手を、そしてこう来てますよ、うん、今度は背骨が前後に曲がる必要がある。この辺りを上に持ち上げるようにする、ね、そう、天井に近づけ頭を持ち上げるんじゃない、そうそうそう、ただしここに膝が曲がったままだから膝を少し伸ばすように、そうそう、手に座って、そう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 、あ、来た来た、うん、来た、まだもう辛いかな、そろそろ一回仰向けになりますか。全然辛くない頑張って暖かく気持ちいい。奥さんの手を取っとった時だね。隣のクインチ頭を踏んだって、これをもっとこっちに倒すにはどうする、顔を逆に向けてくる、どうする、足の力じゃない、背骨です、そうそうそう、うん、もう一回もう、ね、もう少しやるともう足が下にそう、もうここまで何もしないで、何もしない、もう背骨を動かそうと動かせないと、さっきはこのぐらいしか、ほら今自動的に背骨を、じゃあこっち側に動かす、うん、違う、そう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 、違う、違う、ほら骨がない、今やったことを思い出して、反対側で、そう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 、もう一回で、はい、反逆、そうそうそう、はい、順もう一回で十分に、こんだけすごいね、顔を反対側のとこ、下まで行っちゃうんだよ、顔をもっとね、左に向けて、左、天井、そこからもっと左の方へ、そうそうそう、おお、うん、引っ張りで、はい、楽、じゃあ重けになって上に来て、手の前、いやもうこれレッスンやってるから、初めからこっちを出せばいいか、手こい、うん、両手を頭の後ろでくれ、少し手の力、頭で肘を閉じるくれ、これ持ち上げると楽になる、そしたらその空中で止めておきます、はい、足に巻かれて、手たらその重さを巻かれて、ほら、ボールみたいな、両足で、そわそわ、ゆっくりやな、伸びてるのが上がりますね、おー、これ立ち上がります、前の方です、前の方です、うん、目開かず倒さない、上見て上見て上見て、胸から上見て、胸から上見て、胸から上見て、そうそうそう、下に胸から下に胸、そうそうそう、ゆっくり胸から上見て、胸から顔だけ下下げて、胸は上見て、うん、はい、いいでしょう、ゆっくり立ち上がってください、一つ前ね、ここはしっかり前はこんなこと、うん、それで平気にできます、どこでこれやかな